ございます。ただいま朝の8時でございます。ちょっと遊びます。もうなんか起きたばっかりで、よいしょ、さあ遊ぶぞ遊ぶぞ、そしたらね、片付けていきたいと思います。なかなか快適でしたよ、中は。広かったですからね、620は。よし、さあ、そしたらこれ壊すのか、めんどくさいな。もうこのままでええやんって思うねんけどな。よし、ストームカードも貼ってるからな、壊していきたいと思います。なかなか大変ですね。みんな休憩してますわ。あー、なんとか片付いた。しんど、朝から重労働やで、ほんまに。よし、さあ、そしたら終了したいと思います。皆様お疲れ様でした。よよ、はい、それではね、2日目スタートでございます。同じフィールドは560張りますね、次ツールームの。ポールは4本ですね。太くて長いのが2本と細くて短いのが2本。これを多分、組んでいきゃ立ち上がるんでしょう。やっていきます。
なんとか晴れました。よいしょ、階段。はい、こんな感じでございます。できた。なかなか大変やったねこれ。ファイバーのポールやから重たい。もうファイバー嫌。まあ値段相応やからしょうがないですけどね、そこを言うても。さあ、そしたらちょっと中開けてみたいと思います。さあ、どんな感じなんですかね。メッシュあれへん。マジか。いや、昨日の方がよっぽど良かったなこれ。よいしょ、こんな感じっすわ。メッシュあれへん。ベンチレーション今度はあるけど、うわ熱っ。あ、そう、昨日はね全部メッシュになったからいいけど、で昨日はベンチレーションがなかったんですよね。で今日はベンチレーションがあるけど全然メッシュにならへんから、まあ ここに吊り下げ式インナーが一つ入るわけなんですけど、いやこれはちょっと熱いな。これはあかんな。ちっさすぎる。マジか。それ大変やで、そこ。ね、サイズ的には、何倍だかな ?240-160 やったかな ?22 なんやけど、平ベースは一緒なんですけどね。いや、これは狭いぞ。よいしょ。よいしょ。わあ、余る余る。一折りや。折らないと。下いらんやん。これで十分やん。うわ、厳しいな、これ。まあ、560なんで、全室はアホみたいに広いですけどね。あれ、22やからね。もう一枚引けるよね。あれが、あれが狭すぎんねん。すごいことなってる。で傾斜角が結構きついからね。そうか、そういうことになるのか。はい、ね、ここの角度がきついから前が被らないのね、そんなに。うん、張り出し部分がすごくこう少ない。なるほどね、そういうことか。お昼もう何時？だいぶ時間経ったよね。見えへんか。12時50分。お腹すいたんで、朝から何も食ってないんで、ご飯の段取りをしていきたいと思います。今日はハンバーグ。ご飯とハンバーグ。スキレットでね、ちょっとやってみようと思います。はい、それではね、水漬けが終わったので、今日はこのクッカーで炊いていきたいと思います。はいよ。家から手ごねで持ってきましたよ。手でこねで持ってきましたよ、自分で。300g。すごいな。すごい、すごい重い。これを焼きたいと思います。重たっ。
はい、そしたら巨大ハンバーグを乗せたいと思います。すげえなこれ、ほんま巨大ハンバーグやで。誰が食うねこれ。いや200じゃ少ないかなと思って300にしたわけよ。えらいことになってるけどなこれ。よし、行くよ行くよ行くよ。どう？これやで、ね、でかくない？ええかも。よし、そしたら焼けたのでだいぶ焼けたでしょ。よし、野菜を投入。よいしょ。で、いくよ。でーん、煮込みハンバーグ。デミグラスソースね。いきまーす。いいよいよ。さあもうできるよ。よっしゃ、思った。よし、はい、それではねできたと思うので蓋オープン。あー素晴らしい、完璧やん。蓋オープン。あーすげー、スタンディングオベーション。見てこれ、すっごい美味しそう。うわー、ハンバーグや。うわ、美味しそうに。ちょっといただきます。うん、間違いないね、ご飯も。うん、うまい。めっちゃ食べた。もう当分入らへんで。夜ご飯まで何もいらん。ああ、ごちそうさまでした。朝から動きっぱなしだったんで、ご飯食べたら眠なりましたわ。なので、ちょっと、あそこで、お昼寝したいと思います。では、次はご飯の時間かな。結構な雨っすよ。何も映らんけど、はい、それではね最終日、ご飯作っていきたいと思います。担々餃子鍋。やってみたかって。白菜、ネギ、ニラ、豆腐、もやし、餃子でしょ。一応全部持ってきた。で、切ってぶち込んで煮るだけやからそんまで楽なんですけどね。で、これでいきます。はい、さあやってみたかってん。これご飯は炊かんと多分鍋がすごい量になるから、今日はご飯は炊きません。で、エビが入るからね今日は。魚介も入れようかなと。小松菜、もやし、白菜、ニラ、ネギ、大根、
と、豚肉、ちょっと待ってや、餃子、餃子でしょ、で豚肉で、エビ、以上かな。これを全部鍋に入れて煮込みたいと思います。では、いい感じだね、いい感じ。ネギ、ニラ全部家で切ってきたわよ、はい、もうじゃないですけどね、あれ50個入れたんでしょう50個なんか食えるか。ではエビ、エビですね、なかなか細めドバ、何匹おんねドカーンとか、よし、いやあ便利っちゃ便利、よし、へえ、ではね、拭いてきたんでちょっと見てみましょうか。どんなんやろうな。蓋オープン。うおー、うまそう。ちょっと煮詰めたいな。もうちょっと。もうちょっと全部自分で作ったもんだけ。お玉とレンゲとお箸と草。よし、これでご飯を食べたいと思います。はい、それではね、できたと。オープンな、よし、いい感じでしょうか、ね、うわ、うまそう、よいしょ、見てこれ、このビジュアルがたまらんね、よいしょ、じゃあね、食べてみます。風がすごい強いからね、いただきます。餃子は？餃子。うん。ええ味染みてるわ。うん。うまいっすよ、めっちゃ。うん。最高ですわ。ご飯いらん、これやったら。餃子があるからね。よいしょ。今日はね、真っ暗の中です。雨降ってたんだよ。それではね、だいぶ降ってきたので片付けていきたいと思います。ただいま夜の10時でございます。片付ける準備をしますね。明日は詰めるようにしときます。だいぶ降ってまいりましたよ。なんで雨降るかね、え、ぼやこかみんなぼやき好きなんでしょ。くそ、ボケがほんまに、なんで降るかな、毎回毎回、雨妖怪っすわ、妖怪雨降らしやでしょ、ね、晴れたちゃんと一個も晴れない、くそな、なんかめちゃめちゃ降ってきたな。風も強くなってきたし、荒らしてんで嵐。うわ、持つかな。この幕で持ってくれればいいけどね。ね、一緒。寝よっか。ただいま2時半でございます。真っ暗で見えへんけど。おはようございます。
ただいま6時45分。一晩中降り続いたね。なんか浸水してきてそうな気もしますけど、起きてないからわかんないですけどね。ちょっと小ぶりでもなんかな、じゃないとこれテント崩すの大変やで。荷物はだいたい昨日の夜あそこまとめたんですけどね。ああ、もうちょっと寝る。でも10時にはここ撤収してなあかんからね。さあそれ計算してこの雨とどうなりますか。はい、おはようございます。ただいま8時え何時8時41分雨漏りするよ。延々降り続きましたね。最低。さあ片付けて帰ろっか。はい、これで全部パンパンになったかな。綺麗に、あとは積み込むだけ。下は片付けて。浸水ひどいわ、そこら中もう。はい、だいぶ片付きましたよ。雨漏りひどい、すっごい、ほぼ雨漏り。ダメだなこれは。よいしょ。いやあわあわや、あわ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 。このシートはでも優秀だよ。上から雨漏りがなければ。では膜を壊してきます。はい、よいしょ。あーもう大変。うー最低と。もうちょい。はい、綺麗に片付きました。よいしょ、見えてる。おー疲れる。もうキャンプ嫌、来るけど。はい、あんたたちもお疲れさん。何もできんかったね。ずーっとテントの中にこもってたもんね。はい、それでは帰りたいと思います。目的地までおよそ 86km です。1時間40分ぐらいかかります。料金は2650円です。ちょうど10時ですね。さあ帰って、今日は干されへんからまた後日かな。あ、帰ってから編集せなあかん。今回3部作やから大変やで。はい、それでは帰りたいと思います。お疲れ。はい、それではね、お世話になりました。よくしてもらったスタッフさんにはここは感謝ですね。はい、よし、帰ります。晴れた日にキャンプしたいな。晴れた日にキャンプしたいな。あ、雨妖怪降臨や。腹立つわ、くそ。毎回毎回2泊3日晴れることないもんね。あ、まあ来週もどこ行こうかな。来週もどっか行きます。それではお疲れ様でした。